今回は、壁の下の下地を確認したくて、この下地センサーを買ってみました。ネットで送料込み、2100円。メーカーはよくわかりませんが、TH210 っていうふうに型式が書いてあります。電池は9V の電池で、付属していませんので購入する必要があります。電源ボタン、これが気を測定するマークで、2分の1インチ、1インチ、1と2分の1インチということで、下地材に合わせて、モードを切り替えるようです。我が家は 2x4 工法の家なので、この1と2分の1を選択します。その他、鉄、交流の電線を見つけるモードなどもあるようです。取扱説明書が、英語なので、分かりづらいというレビューが多くかったです。若干この辺の記載も間違ってたり、します。パワーボタン、セレクトボタン、テストボタンというふうに書いてあります。で、英語の説明書なんですが、こういう時は、Google 先生、Google 先生に聞く、かざせば、ほら、背面の電池を、電池蓋を開けます。 9V 電池をコネクタに取り付けます。電池を収納部に入れます。電池収納部のドアを閉めます。まあ完璧ではありませんが、だいたい内容はわかります。あと使用方法についても、確認していきたいと思います。電池を取り付けると長いビープ音が鳴り、ユニットの電源が入ります。自動電源オフの場合はテストボタンを2秒間押して再び電源をオンにします。セレクトボタンを押してスタッドというのはキーですね。スタッド AC を選択します。ここから使用法になります。検出器の底面を、壁面にしっかりと密着させておきます。この時点では機能記号は点滅しません。右側の測定ボタンをタッチしてテストする表面でサンプリングを行います。サンプリング後、機能記号が点滅します。これ右側の測定ボタンって書いてありますが、左側だと思います。サンプリング後、テストボタンを離し、本体を壁に沿ってゆっくりと動かします。LCD にセンターバーが表示されたらスタッドの端が見つかったことを意味します。動きを止めて端の溝にあるこの場所に印をつけます。位置をマークするときにビープ音、ノイズを除去するにはこの時点でテストボタンをタッチしてください。
こんな感じで Google 活用すれば、英語の取説も簡単に読むことができます。それでは実際に使ってみます。電源ボタンオン、セレクトボタンで 2x4 に合わせます。で、一度テストボタン長押しします。それでは下地を探していきます。ここに、テーピングでちょっとマークしてみました。信頼から右端がセンターっていうふうに表示が出ます。ここが、下地のセンターのようです。下地センサーがないときはこういうふうによく叩いて確認してたんですが、この辺でやっぱり音が鈍くなるんで、ここがセンターで合ってるようです。これでいいってことか。